青コーナーより後藤博樹入場。さあ、北海ヤングライオン後藤博樹が入場してまいります。赤コーナーよりマスクドパンサー入場。ガンガン行け！頑張れ！シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー180センチ90キロ後藤博樹。後藤赤コーナー173センチ84キロ頑張れ！マスクドガムルーサー。レフリー、タイガーハットリ。ガンガン行け！さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。腕に照準を絞るのでありましょうか。腕を捉えます。肘を打ち込んでまいります。あっと、逆に捉えた。エルボー、ドロップキックを見舞ってまいります。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。相手エルボーを入れていきます。フライングメイヤー、ストンピング、蹴りつけてまいります。小脇に抱えます。逆にバックに回ってドロップキック、行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者の気合が充実していると見てよろしいでしょうか？そうですね、二人とも回すの手がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああ、そうですか。ブロックします。ドロップキックであります。このポーズです。リング下に降ります。リング内に戻ります。さあ、フレッシュなファイトを展開してまいります。この男、まだまだ荒削りではありますが、日々の試合で成長を見せる期待のルーキーが今宵のリングでもその若い魂を躍動させてまいります。組みに行きます。逆に投げてまいります。この辺りのグランド速攻なんですがいかがですか？そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。あっと、返します。抱えます。2位を突き上げます。腕をフックします。抜けてまいります。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。
ハンマーを打ち込んでいきます。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。ガードします。逆に締め上げてまいります。行くのか、逆に倒します。コーナーに登って、ここは戻ります。掴んだ、あっと円錐切り、起こします。そばっとエルボーでブロック、空中戦を狙いそうだ。おお、高いところから一気に叩きつけた。バックを取ります。バックに回ります。バックドロップの体勢、このあたり投げ技どうご覧になりますか。そうですね、引きつけた抜き上げの力の運び方が素晴らしいですね。お手本通りといったところじゃないでしょうか。ああそうですか。抱えます。簡単にはいきません。ロックアップ、逆に返します。ストンピングです。組み合います。返してまいります。ラフ殺法に転じます。ブロックします。トップロープを奪う。あっとエルボー、そのまま膝を決めていきます。逆水平、組みに行きます。切り返します。引き起こす、バックに回った。腰に手を回した、外した。キック、あっとエルボー、組み合った。うまく切り返した。足を殺していった。あっとキャッチした。円錐切り、立たせていく。あっとミサイルキック、場外に移行した。このポーズ、いけるか。お気をつけください。張り手、10分経過、10ミニッツパー、リングに戻ります。リングに戻ります。ガチッと組み合った。場外に落とした。場外に降りる。バックを取ってエルボーを入れていく。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで打ってますよ。はい、エルボーを打ち込む。フロントキック、蹴り上げていく。ドロップキック、リングに戻ります。気合を入れた。リングに戻ります。首根っこを掴んだ。エルボーの連打、あとバックに回った。バックを取り返す。背後を取り返す。背後を取り返す。後ろ回し蹴り、抱き起こす。ドロップキック、サマーソルトキック、カウント入る。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。あっと首から突き刺さった。落とした。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック、立たせていく。放っていくのか。トップロープからミサイルキック、トップロープを狙う。組み合った。コーナーに振った。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。ストンピング強烈、抱き起こす。あっと逆に蹴っていった。バックに回った。シャーマー、綺麗な